送りしてよ。明るいぞ。お、なに、嘘。これで上ハナハイウェイオアシス。明るい。マジか。クマ注意、マジか、クマも出るのか、マジかだけど、いや、それ以上にびっくりだ、青空が見えるよ、すげえ、高山の山すげえ、あの雨雲遮んだ、すげえ、これならもう傘の心配なし。あ、そう、マジか。で、上花の文字も見えてきましたね。で、富山まではここからまだ50キロあるらしいですけど、ハイウェイオアシスがあるけども、ちょっと時間的にも、あーとっ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 とあらら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 、上花。まあ、それはでも人気が出てるんで。いや、もう、含みついた。あは、2キロっすよ。駆け抜けましたよ。あそこから143キロ言っとった通りだけどね。あ、しまった。俺、ナビ切ってんじゃん。しまった。もう下ってる。耳が、気圧が一気にグーンってくるね。500m ここかな。福光インターチェンジ。あの、なして、ここで16番ですからね、そう、30番まで行くの、なかなかないのよね、だから。さあ、福光インターで降りて、さっきも出ましたね。ですが、ここで上花の方に向かってきますよ。こっから結構もう近いらしい。信号？エクジット。まだつまり信号ある。いいのね、言って。間違うのね。はあ。ガラス。うん。のけのけ。よし、け。のけのけガラス。一時専用。さあ、いくらなの？ 4000円ぐらいでいける。のかな、どうかな、あ、2500円、あ、わあ、そ、それも、あ、平日の深夜割引聞いてんだ、よし、オッケー、多分そうだ、2500円安いもんだ、よし、あー、この作戦正解か、上半身がこっちってなってたな、よし、上半身街の方に向かってきゃいいんだろう、よし、あー、あー、さあ、もう完全にもう初めてなところなんで、ほんとちょっとナビ入れとかなきゃいけないんだけど、まあ、あー、ナビ入れそこ寝てる、山田新幹線本か、あー、そう、ここの辺りにその山田駅っていうのがあるらしいですかね。さあ、城原駅の案内出るのかな、だいぶ分かるから、城原市街に向かっていけばいいのかな、あ、もう本当に完全に雪国仕様っすね、随所に。
これ多分そこに立ってるポールもいわゆる北海道ほどのあの雪対策にはなってないんですけど、ここにポールがありますよっていう段差が分かりやすいようにこんだけこまめにこのポールが取ってるんでしょうね。でここが交差点ですよと分かるような感じなのかな。ああ、ね、北海道だと上に立てるんですよね。あんまり言われる。あ、城原駅、もう城原駅マジ、そんな近いの？城原駅前、もう駅前なの？あ、そこ、そこ駅、近いけど、これ駐車場ないの？城原駅、あれ。そこからもう出たりとか。そこまで行かずと、ここで。これ行けそうかな。あ、これ真ん中のね、遊水施設か。あの、遊雪施設だな、多分。雪が降るところにあるって聞いたことあるわ。ここから真ん中になんか変なちょっと溝みたいなのがあると思いますけど、多分ね、ここから水、スプリンクラーで水が出るんですよね。雪の多い時は、そのやつで、あの、雪を溶かすような設備があるって聞いたことがあるんです。それかな？そうだ、だから今の水のところが給水施設になっていて、本当だ。あー、城原駅ってある。で、これはそうだな、ちょっと入れるところあるのか。駐車場らしき駐車場がねえのか。あれ、ないのかな、ないのかな、ないのかな。いや、この際いっそこの際コインパーキングでもいいんで、あの、あの、全然お金払いましょうんで、あの、ちょっと止めさせてもらいたいところなんですけど、この感じは特にコインパーキングとかは特に用意してない感じでございますよね。そうだよね。どうすればよいでしょうか。あの、私はどうすればよいでしょうか。初めてのところなんで何もわかりやすいません。さっきのローソンで素直に止まってちょっとチェックすればよかったかな。かなー。いやー、でもまあ、どこかしら、ちょっと。止めるとこわからぬ。公営駐車場。これ、城下の市街地なのかな。これだいぶ市街地の方に入ってきた感じだね。意外とちょっと観光名所っぽい感じになってくるんですね。城原駅まで 800m。意外と来ちゃったよ。とりあえず。山海岸。
今回はまかりますね。上腹指と結構綺麗な指直だし、お、さっきのローソン見逃しは見過ごしはやばかったかな。水のスプリンクラーいっぱい出てますね。ラップの辺りはだいぶ雪なんでしょうね。おー、まだ10分前ね、金、納車、納車してだ、上下な分担があるけど、ちょっと止めて確認できるような場所はございませんでしょうか。なんならそのままちょっとね、ちょっと上原線に乗せてもらえるような、ちょっとうまい場所はございませんでしょうか。何せ初めてなのでございます。初めての道、初めての富山、初めての上原、何もかもがわからないわけでございます。しかも、これすごいことになっているのは、これは単純に、台風の影響ですね。大丈夫でしょうか。曲がりましょうか。あ、これさっきの道なのではないでしょうか。ということはそこにローソン様が現れるんじゃないでしょうか。よし、ローソン見えた。多分あれがさっきのローソンだ。よし。よし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 。よし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 。見たか、俺の寄生本能。大栄光部だな。よし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 。わ、ですよね。向こうだけじゃないよね。そうよね。うん、こっちもだよね。よっしゃ、帰ってきたぞ。よっしゃ、帰ってきたぞ。そこにローソンが来た分、そこにパッとローソンが今見えたよね。よし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 。ローソン見えた、ローソン見えた。よし。私もローソン。すごいですね。こっちの方に来たって。なんか高いな。これ、あれだ、多分そのスプリンクラーで水をまくんですけど、地下水を使うんで、そういえばこの辺りはその地下降水なもんで、あの高度が高いんで錆びちゃうっていうのは聞いたことありますね。だから多分赤いんだわ。よし、とりあえず飲み物確保しに行きがてら、帰ってきましょう。